もうトップバッターですごい緊張してたんですけど、今日は盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、リコピンは？はい、緊張してるんですけど、ダンスも間違えないように頑張ります。頑張ろう。はい、皆さんの声がね、とっても私たち今日頑張ろうという気持ちになるので、再演最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速次の曲聴いてください。夢色。
2年14歳リコチパティオの小動物系リコピンこと渡辺リコです。今日はよろしくお願いします。リコピン。はい、中学2年14歳チパティオのスイートガールさんこと後藤聖華です。皆さん今日はお待ちらいお集まりいただきありがとうございます。今盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。歳のいのりんこと高畑いのりです。今日はね、いろいろいのりの心境も聞いてみようかな。これいのりの心境ですか。いのりは本当に、なんやろう、なんかさ、もうすごい夏からずっと一緒だったんやけど、もう心配で心配でしょうがないよ、本当にね。ママもうママ目線になっちゃう。やけんね、今日はいのりも間違えんように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。いのりよりのひなみんこと渡辺ひなこです。キャーキャー。あ、じゃあここでひなみんの心境も聞いてみましょうか。リーダーとして。そうだね、さあやはもう、はい、ずっと前からねいて、で、うん、今年の夏ぐらいからかな、加わって、うわもうデビューかーみたいな、頑張ろうみたいな、ほんと頑張ろうねみたいな、そんな感じでね、はい、5人で頑張っていきましょう、はい、今日は皆さん最後までよろしくお願いします。ひなみやみはい、それでは次の曲聴いてください。ゴールデンヒストリI'm not afraid to die.
踊りたい、サタデーナイト、ヒッピーのあれこれ思い切り。
じゃあ2人に聞きます。1問目、じゃらん。
今一番ハマっていることとなんか物とか今一番ハマっているものは何ですか。知りたーい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 今一番ハマっているものなんだろう。ちなみにひなみんはなんだろう、なんだろうね、なに、あそうそう、今ハマっているものなんだろう。ちなみにさやはさやは今一番ハマっているもの、一番何よ、一番よりは、あ、ゲームやない、うちらゲームやね、そうですね、あのゲームでお金をなんか稼ぐって、あ、そういうやつだとさじゃないけど、なんかハンバーガーとか売っていくみたいなやつがあって、祈りがよし今日今から働いてくるとか言って携帯出して面白いね。ゲームさえもハマったもんね。さえもハマったもん、ね、ハマったんですよ、うん、そう、私もハマった。金か違いますよ、違う、金とかだったらちょっとなんか聞きが悪いからね、クッキングフィーバー、そうですよ、クッキングフィーバーハマると思う、好きな人はハマると思う。前もね、ひなみんがやってたゲームをみんなやりだしたもんね。そうです、私がしとるゲームをみんなにこれ面白そうとか言って ね、そうね。じゃあできたかな。じゃあリコピンからお願いします。え、そうなんよ、白ロコット、ベビーメタルの DVD を見ることです。かわいい、かわいい、好きなんや、ベビーメタル。うちらに言ってくれなかったのね。ね、始まった。なんで言ってくれなかったの？あのマイクを。そうなんだね。全部持ってたりするの？少ししか持ってない。めっちゃ持ってない。お、めっちゃ結構やないでも。あ、そうだね。じゃあなんちゃん行きましょうか。はい、本当に？本当に？いや、いや、せーの。DJ スパティオのダンスを踊ることでーす。イエーイ！これからもっと。いきますよ。まだね、まだまだしてない曲がたくさんありますから、ね、してない曲がまだあるからね。そう、ほんと半分以上あるからね、はい、じゃあ消してもらって、はい、次いきましょう。いきますよ、2番目、好きな食べ物、嫌いな食べ物、それぞれ1つずつ書いてください。で、嫌いな食べ物のその理由とかがあれば、はいはいはい、私知ってる、祈りキノコ嫌いって言ったら、すっごい覚えてる。私覚えてます、私覚えてます、祈り椎茸嫌いって言ったら、すっごい覚えてる。でも祈り、あれやろ、かわいい、サヤたちの時に言ったんやろ、祈りが。そうそう、ポサヤは嫌いな食べ物、あ、なんだと思います、覚えてます、野菜、あ、緑の野菜なかった。そう、緑の野菜が嫌いなんですよ。で、ガトーショコラと餃子が好きなんですよ。そうそうそう、餃子大好きですよ。あとさ、チーズケーキダメやん、ね、チーズダメやん、ね、チーズが無理なんです。そう、ひなみ知らん、祈りバナナ好きなの、ミニオンやけ、好きなのよ。あのミニオンイコールバナナ、私が好きみたいな。バナナでな、絶対ね、バナナ絶対車食べないこと、今日もバナナ食おうって言っちゃう。まあでも鳥天応援団なんで、鳥天かな、ね、とか言っちゃおうかな、ね、みたいな。祈りは何、好きな食べ物、祈り、祈りは好きな食べ物はいっぱいあるけど、嫌いな食べ物がややこしいんですよ。嫌いな食べ物以外が好き。バナナで聞いてみよう。好きな食べ物なんですか。みんな答えて。唐揚げ。嘘、嘘、嘘なの。鳥天嫌いな食べ物は餃子、嫌いなの。餃子嫌いなの。あ、嫌い、嫌い、嫌いなの。嫌いなやつ、納豆。あー、わかります、わかります、そうね、好きな食べ物は何ですか。イエイ、チキン南蛮。あー、美味しい。お父さんが好きや、チキン南蛮。できたかな、できたかな。じゃあ、レコピンからお願いします。好きな食べ物が甘い食べ物で、嫌いなのが緑の野菜。あ、そうなんよ、知らんかった。ね、サイと一緒やん。一緒やね。でもさ、ね、聞いたことあるけどさ、トマト嫌いって言ったこと。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、言っちゃいけ、ちょっと自己紹介してね。自己紹介ちょっと言ってみる。中学2年14歳、スポティアの小動物系リコピンです。リコピン。あれれれ、でもなんかさ、言っていいかな、これ言っていいか分からんけど、レコちゃんが研究生として入ってきた時から、私と祈りがなんかリコピン、リコピンとか言って、リコピンっていう名前の感じが ね、あったね、なってしまった、ね、そうなの。見ても緑の野菜だったらトマト大丈夫なんじゃない。大丈夫、あ、大丈夫だって、大丈夫なんだ。甘い食べ物、スイーツとかいい女の子っぽい。じゃあ、なーちゃん行こうかな。はい、好きな食べ物はお寿司で、嫌いな食べ物はお肉、油の部分が嫌いです。あー、そうなんや、脂身ね。あー、わかるわかる。コラーゲンがあるってでも聞くよ。どうなんだろう、ブヨブヨした感じが。わかるわかる。あ、じゃあさ、焼き鳥とかで豚バラとか苦手。豚バラ好き。あれ、皮が食べれない。皮ね。あ、そうなんや、へえ。あらー、
は何が一番好きですか？やっぱサーモンが好き。あ、一緒ね、わかるよね、一緒。じゃあさあさあ次行っちゃいましょう、はい、ね、あ、じゃあ行きますよ、次。人間以外の生き物に生まれ変わるとしたら何になりたいですか？何だって日本語かな。人間以外のもので生き物に生まれ変わるとしたら、生まれ変わる、猫、猫、いいね、私も猫飼ってあげたい、飼ってあげたい、かわいい。確かし、ね、はいはい、パンダ、パンダ最近生まれたよね、シャンシャン、シャンシャン、ね、シャンシャン、シュンシュン、リンリやない、違う違う違う、シャンシャン、リンリならない、それはもっと前ね、シャンシャンや、多分シャンシャンって、シャンシャンよな、ほんとに、うんうんってな、それ、イエーイ、シャンシャンなんよ。あ、何生まれ変わりたい？次、みんな動物なんやね、しかもね、動物じゃないよ、はい、次はなかった、できたかな、あ、すごい、あの大丈夫だよ、飼ってらっしゃる、大丈夫、え、うまいね、うまいね、みんな動物なんだね、ね、うまくね、じゃあリコピンからいきましょう、はい、犬に生まれ変わりたいです。そう、なんで犬になりたいの？ワンちゃん飼ってるんですけど、なるほどね、何犬？ママです。あ、かわいい、名前はちなみにショコラちゃん、あー、うわー、かわいい、今度見に行きましょう、みんなでお邪魔しましょう。なっちゃんは、はい、さっきのこと一緒なんですけど、猫に生まれ変わりたいです。どうして？あ、なんかあの気ままま な, 気ままな性格、ままままま感じがすごい好きで、あ、わかる、一日中ゴロゴロしときたいよね、わ、ね、かるわかるわかる。次行きましょう、はい、はい、次行くよ。目標とするアイドルと入れ替わるとしたら誰になりたい？これ難しい、でも好きなアイドルが限定してないと難しかったりするもんね。それさ、その時は脱走された記憶めっちゃある本当に。あ、言ったね、寝るよ、飛んできちゃった、びっくりした、お、できちゃん、なんちゃん行こうかな、なんちゃん行こうかな、いや、せーの、じゃん、はい、あー、かわいいもんね、白石麻衣さんです、かわいいもんね、麻衣やんね、憧れてますか、憧れてます、はい、リコピンは、はい、元桜学園の水野由衣ちゃんです、うん、そういうところが好きです、かわいいですよ、じゃあ次行きましょう、はい、今までで一番良かったって、一番良かったって思える思い出は何か教えてください。さやは思い出ですか、楽しかった、一番でも何とかと何とかじゃなくて、これって言えるものがあれば、楽しかった思い出、良かったと、あ、良かった、楽しかった、いけるけどさあ、ハンチなるよな、これな、本当に本当にいいよ、遠慮せんで書いていいよ、はい、いいよ、じゃあ猫ピン行きましょう、はい、せーの、ドン、ドン、ドン、ナムチョーです、ね、ハンってなるよね、かわいい、頑張ろうね、これからもね、なんだこや、じゃあまだまだ質問はたくさんありますので次行っちゃいましょう、はい、はい、特技は何ですか、ここで披露してください、イエーイ、皆さんの特技は何ですか、お、何ですか、勉強ですか、特技勉強、本当にちょっとさ、見え張ったやろ、うん、あの顔ね、あの顔ね、うん、見え張ったね、特技言いたい方、はい、車の運転、はい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 、祈りの歌、あー、特技ね、祈りで
ったらさ、それやったらもうちょい前来てもよくない？確かに。はい、どうぞどうぞ。ヒューマンミートボックス。マイクいります？すごい。イノリン写真タイム。じゃあリコピンできたから行きましょうかね。はい、どうぞ。はい、英語です。なんかじゃあ喋ってみます。じゃあ、暗証の一部行きます。 The letters not were in the body of this player. I said to you today, my friend. So even though you faced a difficulty today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream. Deeply rooted in the American dream. やべえやべえ。ちなみにさ、なんて言ったの？ Me too, me too. Me too. ね、キング牧師の、I have a dream って、うん、はい、してる。それの、人種差別についてね、問題。わ、中学校の時にやったわ、それ。やった、見たことあるけど、やった記憶ないよね。超覚えたよ。あれ飛ばされてよくない。じゃあ、ナイツ行きましょう。はい、はい、うん、じゃらん、特技は字を書くことです。おお、前もね、じゃあ、こちらをちょっと奈々ちゃんがね、奈々ちゃんが変えてくれたということで、うまいね。せーの、ドン。はい、サイリアン欲しい。イエーイ、うまいね。習字習ってたの？習ってました。ほんと、なんだ6段です。どれぐらい？え、最近知ったの？ちょっと待って、ちょっと待って。いや、再生の一歩前、さや。最近知ったよ、それ。いいよ、さやの凄さを。ちょっと待って。6段ってさやどこ？言っていいですか？うん、8段です。わからない、ごめん、わからない。先生、先生の一個下で。次、先生。赤8。え、9が先生。次、先生。9段が先生なの。すごくね、先生で次。先生です。なるほど。心あげる。ね、うまいね。うまいね。これ誰かプレゼントする後で。すごいね、プレゼントしようか。はい、じゃあ次行きましょう、はい、ズバリ、あなたから見たもう一人はどんな性格？第三者から見て自分はどんな性格、ね、難しいかな。自分のことを、自分のことがどんな性格かみたいな。難しいかな。あー、お互いどう思う？あー、そうしよう。じゃあ、奈々ちゃんはリコピンをどう思ってるかで、リコピンは奈々ちゃんのこと、第一印象とかでもいいし、どんな性格と思ってるねとか書いていただければね。悪口でもいいよ。ほら、喋ってほしいって。ごめん、リコピン書いてくるように。難しい。あ、お口で言ってほしいかな。書かんで言うってことね。そうそうそう、はい、じゃあリコピンから行こう。ナナちゃんを初めて見たとき、ちょっと大人っぽいなって思いました。確かに。え、でも、リコピンの方が上になるね。はい、そうです。かわいい。性格とかは言っちゃっていいよ。性格は優しいです。いつもダンス、しっかりしてるんですね。で、ダンスのわからないところとかも、ナナちゃんが結構教えてくれたりします。確かに、しっかりしてる。しっかり。ななちゃんはリコピンですか？うん、どう思いますか？なんか可愛く見えて割と喋るみたいな。あー、わかる。超わかる。第一印象とかは？そうなんですね。なんか本当に小動物系女子、本当にそのまんまな感じで。わかるわかる。あなたの好きな、休憩生のにしようか。休憩生の好きな言葉は？好きな言葉。好きな言葉。祈りある？さやある？私は好きな言葉。言葉ですか？言葉。え、名言とか？
何でもいい、何でもいい。え、なんかあれどうやろうね。私はね、なんかちょっと難しくなるんですけど、なんか私が最近本を読んだ中で、なんかね、アドラー心理学の本を読んで、その中でのなんか名言がね、すごい良かったかなって思います。おー、読みたい。そう、ね、リコピンから聞こうかな。好きな言葉はありがとうっていう言葉です。ねー、なんかぬくもりを感じる。俺も感謝伝えられる言葉ですしね、よろしようかと思います。なーちゃんは長いんですけど、うん、努力は一瞬の苦しみ、後悔は一生の苦しみという言葉が好きです。かわいい、頑張ろう頑張ろう、ね、すごい、腐ってくる ね。じゃあ最後いきますよ。スパッキを吸気生として、これ以上ないぐらい大きな夢を語ってください。スパッキ吸気生として、吸気生考え中。決まった。じゃあ、なーちゃんから聞こうかしら。もう一つしかなかったんですけど、これからスパティを全国に広めていきたいなと思います。うー、かっこいい。どう、全国に広まったらどうですか。どう思う。まだよね。近い。リコピン、はい、先輩のスパティオのみんなに負けないようなパフォーマンスができるように、そしてたくさんの人にスパティオを知ってもらえたらいいなって思います。うぅ、頑張りましょうね、これから。はい、以上で終わるんですけれども、はい、まあ、メンバーもですね、だいぶ吸血生のことが知れたんじゃないかなと思います。知れました、みんな。だいぶ、まあ、他にね、質問等がある方は物販に行かれて質問するなり答えてもらうなり何かしてください。ではこれ以上で質問コーナー終わりたいと思います。ピピピピピ、これはファンの方からです。これから一緒に頑張っていきましょうと、これからね、皆さんもよろしくお願いしますということで、イエイ、はい、お願いします。ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。一言ずつお願いします。一歩前に、あ、二歩前に、3。これからはさやちゃんがいなくなってしまって4人でのスパティオになるんですけど、ひなみんといのりにしっかりついていって、もっともっとたくさんの人にスパティオが知ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。頑張ろう。はい、まだ今日デビューしたばっかりですごい緊張して、皆さんの前に立てたことも家族があったりメンバーのおかげだと思うので、メンバーみんなで協力して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。イエイ、イエイ、はい、ちょっとね、これで本当に質問コーナー終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。泣きそう泣きそう泣きそう泣いちゃいそうだよ。止まって涙止まって涙君が消えるまで。
Hello.
Yeah.
走れ走る笑顔が止まらない、踊る心止まらない、動き出すよ君のもとへ、走れ走れ走れ、これで運命なんて簡単なことにすれ違い離れてしまうなんて、考えるだけで胸の奥が痛くて、純粋に君と繋がってたいよ今も、何年も何十年もこの先の未来も、一度きりの人生だから、君の前じゃ素直でいたいんだ。それでも答えは出せないよ、少しの出せないよ、君が過ぎ去るだけで世界を変える、変わる回るよ、笑顔が止まらない、踊る心止まらない、動き出すよ君のもとへ、走れ走れ走れ、今はまだ勇気が足りない、少しの盛り上がってきた心なんですけれども、はい、なん
でも一緒なんですよ。今来たばっかりすごい好きなんですよ私。あ、怖いな。怖いな。怖いな。怖くないよ。怖くないよ。もう鳴りやんだったからね。最後私たち一緒に声出ししたいと思うんですけど、皆さん準備はいい？最後私たち一緒に声出してくれますか？イエーイ。もっともっと声出ますか？イエーイ。今日めっちゃ楽しみにしてきた人。ありがとうございます。それではラスト1曲聴いてください。はい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 、はい、ラストの曲聴いてください。ボンバヤージュ。
なんですけれども、サーヤのラストライブを一緒に最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。ダンコール曲ありがとうございます。ありがとうございます。曲振り王子お願いします。はい、それではラストの曲聴いてください。スカイウォーカI'm sorry.
成長させてくださったのはファンの皆様のおかげです。ありがとうございます。はい、そしてスパティオを応援してくださっているファンの方々にファンの方々に出会ったことは私にとっての宝物です。本当にありがとうございます。最高。はい、今日デビューしたなーちゃんとリコピンを含める4人のスパティオ、これからも応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとう。あ、マサさん代表していいですかね。ありがとう、マサさん代表して、ファンから代表して私が書かせていただきます。さあ、約半年間、もっと前、こっち、もっとこっち約半年間、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様、お疲れ様。よろしくお願いします。お家回って、では最後、皆さんと一緒にスパティオジャンプをしたいと思うんですけれども、隣の方と手をつないでください。
がとうございました。